陸上の今夏パリ五輪、オリンピック、マラソン男子代表に内定していた大迫傑、32イコールナイキ、が出場を明言した。4日、自身の YouTube チャンネルを更新。これまで参加意を明確にしていなかったが、出場する予定です、と宣言した。マラソンでは6位入賞した21年、東京五輪に続き2度目の五輪出場となる。パリ五輪の代表枠は、3。 昨年10月の MGC で2位以内に入れば即内定だったが、1位の小山直樹2位の赤崎暁に先着を許して3位だった。その後は3日の東京マラソンを最終戦とする選考大会3レースで、設定記録、2時間5分50秒を突破した上で日本人最上位に入った選手が3枠目に内定する規定だったが、 該当者不在のため、日本陸連の選考方針に基づいて大阪の代表入りが決定した。年明けに出場を表明していた4月のボストンマラソンも、予定通り走ると出走を明言。中4ヶ月で花の都路を走る